はいどうも、はいはいはい、楽しいご飯の時間ですよ。今日はですね、こちらでございます。昨日ポールスターさんのよだれ鶏のタレで作って、横森さんからいただいたよだれ鶏のタレで作ったよだれ鶏が残ったもんですから、よしこれちょうどいいぞということでパン焼きました。こちらよだれ鶏マヨネーズ、こちらよだれ鶏チーズマヨネーズ、こちらよだれ鶏チーズマヨネーズ卵でございます。何かおかしい、いただきます。何かおかしい、コーヒーです。ん、何かついた、コーヒーです。です、いただきます。あー、おいしい。あ、ティッシュはない、ティッシュ。まずよだれ鶏マヨネーズ、うんうん、うんうん、いや、それ美味しいっての分かってましたけど、うんうん、まあ、おかわりいいな。作りすぎてよかったんだ、結果そういう風になってますよ。うん、パンはサンドイッチ大会とかして、余ったやつ、それを冷凍してたやつです。やつをやつです。うん、うん、うん、これは本当にいいわ。ああ、味の追加もしてない。塩コショウとかの。よだれ鶏のタレだけ。いいね。なんかあれぐらいの量作って一気に食べようとするんじゃなくて、こういう風にして、例えばご飯のけても絶対美味しいからね。夕べはそうめんでしたけど、うん、うん、絶対いいか、それですよ、それ。作り置きってほどのことではないですけど、まあ楽だわな、こりゃそれは楽だわ。マヨネーズ、あ、マヨネーズ先生の話しました。全部混ざってますよ。で、これはさらにチーズ。うん。うん。美味しい。ありゃ、これは美味しいよ、また。うん、まあいいの、もうラスクぐらいの、ラスクぐらいの音してますけどね。おいしい。長めに焼いた結果的にね、冷凍してるから一回焼いて
でまた乗っけて焼いてますから、一回焼いてのその途中で取ったりとか時間調整とかしてないですから僕は。でも結果それが良かったかもしれない。良かった。うん、おいった。そういった意味ではこっちはサンド焼きですからね。どうなってるか。チーズ祭りのも美味しいね。パンも好き。ご飯も好き。コーヒーも好き。ブラック、ブラックです。よだれ鶏マヨネーズチーズ卵を結構しっかりめにいきましたね。これも調整しないか。途中一回終わった時出してみたらまだプルンプルンすぎて、もちろん白身のところも全部透明だし、さすがになっちゅうってことでもう一回やって、ちょうどいいところで出そうとかしなかったっす。もう最後までいってあげようと。それこの仕上がり。まだ君に言ってないけど、白身のとこでも美味しいな。うんうん。卵はこんなしてくる。しっかりね。もうちょっと半分ぐらいはトロンドが残ってもよかったかもしれないね。めもおいしい。うん、親子パンですから。親子パン、鶏と卵と持てば親子パラジ、親子親戚パンですから。マヨネーズ先生も入ってるからね。親子親戚パンですこれは。うんうん、非常に鶏のタレフリエド、
昨夜残ったよだれ鶏を使ってパンの上に乗っけて焼いたシリーズ3つ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、また明日。